このアベニューはニューヨーク州自転車道9号線でもある116丁目から北を見た風景線とニコラスアベニューはニューヨーク市マンハッタンの111丁目から193丁目の区間を走る通りである。この通りはワシントンハイツ、ハーレム、ハミルトンハイツ及びインウッド地区を貫いている。植民地時代の初期から19世紀にかけてこの通りは ハーレームレーンと呼ばれていた。オランダ人がマンハッタンに上陸する以前はウィークウィズキックと呼ばれるインディアンの小道があり、ハーレームレーンはその位置区間を拡張した通りにあたる。ハーレームレーンはスパイテンダイビル、キングスブリッジそしてさらに北へと向かう旅行者が用いる道であった。ハーレームレーンは時にキングスブリッジロードとも呼ばれ、 かつて存在したマンハッタンからニューイングランドを結ぶボストンポストロードの一区間にもあたる。この通りの名前はオランダ統治時代のニューアムステルダムの守護聖人であったミラーノ・ニコラウスから取られている。2000年、ルドルフ・ジュリアーニ市長はこの通りの162丁目から193丁目の区間をフアンパブロ・デュアルテ・ブールバードという名前も並行して使用する法案にサインした。 これは、ドミニカ共和国建国の父の一人である、フアンパブロ・ドゥアルテから取られている、客中、ありがとうございます。